ここは福島県双葉郡楢葉町の沿岸部です。2011年の東日本大震災でこの辺りも津波の被害を大きく受けました。またその後の原発事故の影響も受けましたが、土壌を一から再生し、昨年この場所でも震災後初めて米作りが行われました。初めて、うん、稲刈りも初めて。稲刈りも田植えに引き続き、そうですね、自分が田植えをしたところから、適当に植えたから結構バラバラだなって。植えた時にさ、この虫ってこう入れてるじゃん。だからこう刈る時に結構太いところと細いところがさ、やっぱあるよねみたいな。落ちるじゃん、うん、この上にこう塗ると、あの下に根っこがあるから落ちないから、こうやると全然なんか他にこう入らない。わかめとシャケクレーク、5日間、3つあります。はい、おにぎり追加来ましたよ、皆さん。どうですか、1個じゃ足りない、皆さん追加来ましたよ。ただいま、パラグライダーか。すげえ、誰が撮ってるんだ。パラグライダーのおじさんが、これから、まあ、脱穀などして、多分正月ぐらいになると思うんですが、またこのお米で皆さんと餅つきしたりご飯食べたりできたらと思いますので、またご案内しますので、またその際は足を運んでもらえればと思います。明けましたおめでとう。
さんの